この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、アジア大会を勝ち上がる日本は4日の準決勝で香港に4対0で勝利し、7日の決勝に進出しました。激しい戦いが続くが、特に際立ったのは準々決勝の北朝鮮戦だ。相手はイエローカード6枚が出るラフプレーを続け、他にも日本チームのスタッフから給水ボトルを奪おうとして写真から警告を受ける場面もあった。試合終了後には主審に詰め寄り、会場が騒然とするトラブルになりました。後日、日本サッカー協会 JAFA はアジアサッカー連盟 AFC と国際サッカー連盟 FIFA に意見書を提出しています。その中で、この試合での北朝鮮代表の行動は反スポーツ行為として FIFA と AFC が規定する懲罰規定に基づいて重い処分が下されることになると明らかになりました。これには世界から批判が殺到し、暴挙の北朝鮮選手に10試合の出場停止処分の可能性が出てきたのです。この北朝鮮選手の暴挙には深い闇があり、動画でも注目されています。また、この北朝鮮の行為に中国がなんと北朝鮮を称賛しているというのです。中国はなぜこの行為を称賛したのでしょうか。また、北朝鮮選手の数々の暴挙の裏に隠された深い闇とは一体何でしょうか。理解しがたいことが多いですが、それらの背景にある特殊な事情も解説していきますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。杭州アジア大会で1日に行われたサッカー男子準々決勝で、日本に1大体2と敗れた北朝鮮が行った反スポーツ的行為に対して、10試合の出場停止処分が下される可能性が出てきました。1日の試合では北朝鮮が序盤から日本に対して一歩間違えれば選手生命を危険にさらすラフプレーを連発。飲水タイムには水を配っていた日本のスタッフからボトルを強奪した上で拳を振り上げる威嚇行為まで飛び出し、試合後も審判を突き飛ばしながら猛抗議するなど、数々の行為が世界中から非難の的になっています。そうした事態を受けて、日本サッカー協会はアジアサッカー連盟 AFC と国際サッカー連盟 FIFA に意見書を提出。3日に反スポーツ的行為について該当する事象の映像を添付した上で、本日 AFC に対して意見書を提出しましたと発表しました。FIFA にも同様の意見書が出されました。4日には日本代表メンバー発表会見で、森保はじめ監督が、日本の選手が怪我をしなければいいなという思いはあった。ラフプレーは我々がコントロールできるところではない。レフェリーが選手を守ってくれると信じて戦いに臨みたいと言及し、騒動は拡大の一途をたどっている。ハンダ22の日本代表を指揮する大岩剛監督も5日のオンライン会見の中で、監督としての立場はピッチの外から選手を守ることしかできない。何かしらのやり方で選手を守ろうとしましたが、何もできずに90分が経った選手が唾液がなく終えられたことが一番、と振り返った。大岩監督は試合後、北朝鮮代表が来ないかを危惧して選手たちにすぐに引き返すように大声を上げる様子も中継で伝えられていました。オンライン会見では苦言は口にせず、試合内容にフォーカス、試合内容も含めて非常に厳しかったが、我々にとって勝ち上がるための試合だったと認識している。後のことはサッカー協会が行うことだったり、レフェリングも含めて我々がコントロールできないところに意識を向けるより、しっかりと90分の中で試合に勝つことに関して、選手たちと共に戦えたと勝敗の部分で手応えを語っていた。その上で、何振り構わず、という言葉が正しいかわからないが、90分という時間をどう使うのか、レフェリングや環境、技術的戦術的なサッカー要素、本当にいろいろなものを使ってリスペクトしてくる。その難しさはますます今後も出てくるんじゃないかなと感じています。と日本がアジアの中でもサッカーの強豪として認識され、挑んでくる国が増えていることを実感したと振り返りました。そうした北朝鮮代表の一線を越えたラフプレーに世界中から批判が集まる中、アメリカ国議会が設立したアジア専門ラジオ局、自由アジア放送が今回の北朝鮮の件を受けて FIFA の懲罰規定では審判を脅かすなどの行為をした場合に、最低10試合または一定期間の出場停止処分が下されると北朝鮮の選手に対する処分の見通しを伝えた。さらに、審判に反スポーツ的行為をしたと判断される場合には、最低4試合または一定期間の出場停止を受けることになります。これは AFC の懲罰規定も同じです。審判に向かって攻撃的または侮辱的な言語やジェスチャーを使用した場合、少なくとも4試合または少なくとも3ヶ月間の出場停止が課されると明示されている。また、別に5000ドル約74万円の罰金が追加で課されると現行の規定を報じています。
その上で、今回の試合については日本サッカー協会だけでなく、この試合を裁いた審判団からも試合後の北朝鮮代表の選手、スタッフ、監督からの恐喝とも取れるクレームは身の危険を感じた危険行為だと FIFA と AFC に報告が上がっています。FIFA と AFC は今回の北朝鮮代表の行動をスポーツ精神に反する極めて認められない行為と認識しています。懲罰が下されるのは時間の問題だと審判団からも北朝鮮代表の猛抗議を問題行為と報告されたと明かしました。今後は暴挙を連発した選手たちが、森保ジャパンが来年3月の2026年の北中米ワールドカップアジア二次予選で北朝鮮と対戦する可能性もあります。北朝鮮の闇、こういった北朝鮮の選手の行為には、単に選手個人の問題ではなく深い闇がありそうです。韓国紙天地日報が北朝鮮スポーツ界の特異な事情を特集しました。サッカー男子の日本、北朝鮮の一戦など今大会の問題行動を複数挙げた上で、同紙は国際大会における北朝鮮選手の取材エリアでの振る舞いに焦点を当てました。試合が終わった後、報道陣と選手団がインタビューをするミックスゾーンがある。五輪などほとんどの国際大会で選手団はミックスゾーンでインタビューに応じる。しかし、北朝鮮選手団はミックストゾーンで取材に一切応じないと指摘。続けて、さらに、記者の質問に怪しげな声を上げることもある。北朝鮮当局から出てきた監視官がついてきて、選手たちが話せないように統制して監視する。今回のアジア大会だけでなく、平昌五輪など他の国際大会でもいつもそうだった。言いたい言葉が本当にないのか、言葉を間違えて失言をするのが恐ろしいのか、と常に政府関係者が目を光らせる異様な実態を伝えました。こうした点を踏まえて、北朝鮮はスポーツを体制の宣伝のための非常に重要な手段と考えるだけで、スポーツ精神などは心にない。そのような高貴な価値を議論すること自体が贅沢だ。政治状況や体制の雰囲気によって、大会参加可否は変わり、選手たちの言行も変わる。だからマナーがないのは、選手たちのせいだけではない、と分析しました。これが事実とすれば、本当に恐ろしい話です。一方、中国では北朝鮮の愚行に、擁護、の報道が飛び出しました。中国メディア、双方は、実力伯仲の試合になると予想されたが、日本は最初の20分は北朝鮮に抑え込まれた。北朝鮮チームの果敢に戦う姿勢にはタフガイサッカーが反映されており、我が国のサッカー代表が見習うべきお手本であると好意的に伝えました。低迷する中国サッカーはラフプレーも厭わない闘争心も必要ということのようです。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応をお伝えします。出場停止よりも正直北朝鮮での試合を第三国で開催させてほしい。前回の平壌で戦った時は負けているけれど、圧勝したら生きて帰れないような雰囲気になり飲まれたのではないか。今回はさらに悪質度が上がっているだけに、万が一ヒートアップして観客がどっと流れ込んできたらと考えると恐ろしい。この手の出場停止処分は該当試合の直後から数試合が対象となって、実際に被害を被った当事国との対戦には出場停止処分を終えた加害選手が堂々と出場してきてるので、あまり意味がないように感じる。まずは被害を被った当事国との対戦には出場停止処分を受けた選手たちは絶対に出場しないことを国際サッカー連盟 FIFA とアジアサッカー競技連盟 AFC が明文化してもらわないと危なくて安心して北朝鮮代表チームとの対戦ができない。レッドカードでもおかしくないものをイエローで済ませたから、北の選手たちもここまでは大丈夫だと線を引いて暴挙に出た。日本の選手たちが怪我をしなかったから良かったけど、まずはレフェリーがしっかり反省すべきだと思う。やはり今回の試合の内容については重い処分が下されそうな展開になってきました。それもそのはずです。結果としてはイエローカードが6枚だけとなりましたが、すべてがレッドカードでもおかしくないほど悪質なラフプレーが多かったように感じます。7日にはサッカー女子日本代表が北朝鮮代表と決勝戦で戦うことになりますが、また悪質なタックルなどのラフプレーを仕掛けてこないかが心配です。これらがまた多発してしまうと北朝鮮への懲罰は間違いないことになるでしょう。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もし良ければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。